どうもこんにちは。今回アテンドするのはマリサです。今回はツイッターで話題のフリーゲーム、公衆電話、をプレイしていきます。それではプロローグから行くぜ。ポチッとな。ここは、公衆電話ボックスの中。俺はなぜこんなところにいるのだろう。気づいたら電話ボックスの中で主人公が目を覚まします。確か飲み会で結構酒を飲んで記憶がない。さっさとここを出よう。あれちょ。おい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 、俺死んだわ。押してもダメ。引いてもダメ。蹴ってもダメ。びくともしない。閉じ込められているという事実にゾッとした。周囲を見渡すが暗くてよく見えない。ここはどこだろう。不気味な雰囲気だ。人の気配もない。どこかの山奥だろうか。ポケットのスマホは、ない。おいおいちょっと待ってくれよ。なんでないんだ。他に何か持っているものは、10円玉が3枚だけだ。少な、誰か助けてくれそうな人は。はい、ここから公衆電話を使って助けを求めるゲームになっていきます。しかし手持ちは30円、チャンスは3回のみとなっています。電話をかける相手は慎重に選ばなければいけません。しかし初回プレイのためどこに電話していいのか全くわかっていないおじしんしパニクってます。手がかりになる番号知らないから、適当に電話してみる作戦だぜ。おかけになった電話番号は、現在使われておりません。まあそりゃそうだろうな、てか何かヒントないのかよ。お呼びですか。ニトリいつの間にかごつくなったな。光学迷彩を体に施すとこのような形に。お前は何と戦っているんだ。そんなことより公衆電話を攻略したいのでは。そうだった。ニトリがあまりにも変わりすぎていたから忘れてたぜ。今2回電話したのであと1回しか電話できませんが。もう今回のは諦めるぜ。諦めが肝心ですからしょうがないですね。もうさっさと電話して違う世界線に行こうぜ。電話して、あれ、なんか既視感か。メールじゃなくて公衆電話だからセーフ。ギリギリですね。これで3回間違ったからどうなるんだ。バードエンブー。10円玉がなくなってしまった。もう自力で電話ボックスからは出られない。110番くらいは電話しとけばよかった。もしくは実家の電話番号にかければよかったかも。なんだか息苦しいな。誰にも話しかけられないこの状況がたまらなく不安だ。気分も悪い、意識も遠くなってきた。はい、ということでプロローグはここで終了です。さっきヒントでもらった電話番号に早速かけましょう。110番と自宅だな。どっちから電話しますか。やっぱり国家権力に頼るのが一番だぜ。公僕の犬め。メカニトリになってから口が悪くなったな。深刻なキュウリ不足です。町川警察署です。カル、公衆電話の中に閉じ込められてしまったので助けてほしいんです。あ、君やっちゃってるね。名前と年齢と身分証明書出してくれる。はいはい佐藤ね。薬のしすぎでテンパっちゃってるね。いや違います。電話ボックスの中に閉じ込められているんです。大変だね。ボックス内に住所シールあるでしょ。見せてよ。は、はい、少々お待ちを。もしもし、場所を特定できそうなものはありません。警察官全く信用してませんでしたね。そりゃいきなり電話ボックスに閉じ込められてますだからな。薬してると思われてましたね。もしくは板電だな。町川警察署でーす。佐藤さん、なんで電話切っちゃってんの。もう逆探知しちゃうよ。電話切るなよ。わかったな。すいません、あと10円しかないです。10円しかないのに電話してきてんじゃねえよ貧乏人が。公衆電話に赤いボタンがあるのわかる。佐藤さん、幻覚でも見てんの佐藤さん。赤いボタンはあるけど押してもダメなんです。これもう無理じゃねえ。望みはかなり薄いですね。客探知してもらえばなんとかなるかもしれないですけど。あの警察の態度じゃしないだろ。あいつはしないでしょうね。はい町川警察署です。てめえ逆探してたのに電話切ってんじゃねえよ。30円の限界だったな。またバッドエンドかよ。まだヒントが足りないですね。次は実家の電話番号にかけるしかないですよ。警察も頼りにならないしな。公僕より血縁ですよ。
私の血はオイルでできてますがね。は、何言ってんだこいつ。さあ気を取り直して実家に電話すっぞ。みんな元気かな。私は新たな生命をもらったので元気です。お、おう。はい、マサモスサチュッツ。え、お母さん外国人かな。認知症を患ってるのか。それにしてはやけにネイティブアメリカンな感じが。確かに気になるぜ。今ゲームクリエイターしてるよ。ただいまそれどころじゃ、姉さんは。やこいるよ。さきうわしょきゅうだべてん。やくみそするかかわわすくっかんどんともとべぬかやてきなせ。ちょっとお母さん何言ってるのかわからないぜ。認知症がどうとか全く関係ないね。やっぱりネイティブアメリカンだったな。お母さんのせいで全く話が入ってこない。言うこと味噌汁しか聞き取れなかったぜ。私の科学力をもってしても意味不明だった。はい、佐藤です。直樹だよね。姉さん久しぶり。意味不可もだけど今公衆電話に閉じ込められてるんだ。食い気味で突っ込まれてますね。いきなり電話してきて公衆電話に閉じ込められてるって怪しすぎるしな。まあ事情はわかったわ。一応警察に連絡しとくわ。警察ってさっきの警官が出たらアウトだろ。ちょっと友達の番号調べてくれない？連絡網リストあるからさ。あるある。30にもなって小学校の連絡網持ってるって怖くない？物持ちがいいどころの騒ぎじゃないよな。主人公はサイコパス。傭兵の番号教えてくれない？田中傭兵。ありがとう。早速電話してみます。傭兵、待ってろよ。さあ小学校の友人は助けてくれるのか。これって友情を図るみたいで少し怖い。マリサも怖い。もしもし田中、俺、佐藤直樹。閉じ込められてるんだ、助けてくれ。え、切られたよね。切られましたね。まだ10円が残っていたら田中に連絡できた。と。でも無言電話の後ガチャ切りされたぜ。もう私のメンタルはボロボロだぜ。あとはお姉さんに3回電話して新たな友達を探してもらうかですね。またお母さんと話さないといけないのか。まあ親孝行だと思えば。そうだな。それじゃあ今回はここまでにしておくか。この動画を気に入ってくれた方はコメント&高評価を所望します。それではここまでのご視聴、ありがとうございました。